どうもこんばんは。今日はちょっと雑談していきたいと思うんですが、セットしてきたんですよ。なんかサイコパスっぽくていいでしょこれ。今日は雑談なんですが、皆さんお酒との付き合い方ってどうされてます？っていうのも、去年ぐらいからかな、世の中の風潮みたいな感じ、そろそろ酒やめませんかとか、まあそういう動画だったり書籍だったり目にすること、まあ、多くなってきたなって思うんですよ。まあそういう時代なんだなっていう認識なんですけど、アメリカの方でも依存症を克服するコミュニティがね、そういう支援とかの活動なんかも盛んなんですよね。で、別方面の友人からは、お酒は、まあ、どこでも日本国内に買える、まあ、最強の合法ドラッグだなんていう話も、まあ、聞いたりしてたんですよ。あとこの間は親しい友人が、アルコールと連日の寝不足がなんていうんですかね、相乗効果を起こして若年性アルツハイマーになって仕事に支障をきたすほど、まあそれが進行してですね、現在治療中だっていう話もこの間友達から聞いたんで、まあまあ怖やなアルコールっていう感じに思ってたんですよね。最近まあこの間までか、最近はねもうまた飲んじゃってるんですけど、これ、ね、カエルのビール、私これ大好きなんですけど、はい、これね、あとちょっと一口いただきますね。あと最近これそのまま飲んでも美味しいってこと分かって最近飲んでるんですよ。前はね、なんか前の時の味覚の時はなんか違うなって思ったんだけど、最近飲んだら悪くねえなと思って最近飲んでました。角瓶ね、サントリー人気ありますよね。なんか改めて飲んだらうまかったんで最近飲んでます。安いし、で酒っていうのは間違いなく、まあ何て言うんでしょう、各国であり、まあ、人類の、まあ、文化でもあるわけですよね。けど、まあ、アルカホールという成分は、まあ、最強の合法ドラッグっていう認識も、まあ、高まってるのも事実だと思います。だけど皆さんもそうかもしれないんですが、私も別に酔っ払いたくてね、その酔っ払うということが目的で別にお酒を飲んでるわけではなくて、酒の味だったり、あとまあ豊かな時間を楽しむっていう目的で、まあ、飲んでることがほとんどなんですよ。まあ、ですがそれだけでもないよなって時も、まあ、あるにはあるっていう、まあ、自覚はあるんですけどね。そう思ったのは遠方の友達と電話しながら時々、お酒飲みながら話することあるんですが、気づいたら夜中の3時ぐらいまで、まあ、3時、まあ、時には4時とかまで、まあ、平日なんだけどそんぐらい、まあ、飲みながら話してる、まあ、話し込んで、ね、なる時があるんですよ。そうした時にボトル見るともうさっき開けたばっかなのにもう半分ぐらいまで、まあ、減ってるみたいな時あるんですよね。もう味なんか覚えてませんよ全然。まあ、楽しくて、まあ、飲んじゃってるっていうのはまあ正直なところなんですけど、まあ、それ考えるとね、それ以外の飲み方もまああるにはあるなっていう、まあ正直なところっていうのがそれなんですけど、なんならなんかもうお互いトイレ行くのも気にしないで電話しながらトイレ行ってジョボジョボジョボとお互いのやつ聞こえたりとかしてね、失礼しました。でですね、まあ結論を言いますと、私もやってみることにしたんですよ。禁酒じゃなくて厳酒を、厳酒というのは平日は飲まない、コーヒーとかノンアルコールとかそういうものに置き換えて、で週末だけ飲むっていうやり方ですね。砂糖入りのジュースだとかコーヒーとかは一切飲みません。まあそういう感じで3ヶ月続けたんですよ。そしたらある日ちょっとした珍事件が起こりまして、ですね、私仕事をしている関係や、まあ、地域のなんて言うんでしょう、その立場の関係で飲み会がとても多いんですね。新年会に
始まって、各団体の総会シーズンの、なんだ懇親会でしょ、あと取引してる銀行の会だとか株主総会、各団体の役員会、理事会、あと市長を励ます会とかね、で沿岸防犯協会総会役員会ね、自動車協会、各協会の忘年会等々、まあこれらの機会には、まあ、必ず懇親会っていう飲み会がありまして、まあ聞いただけでもまあうんざりすると思うんですが、まあそういう会で私が次に回ったり逆に継いでいただいたりとか、あと名刺交換したりとかしてね、そんなこんながありまして、ある日何の会だったかちょっと覚えてないんですが、銀行だったかな、まあ懇親会の後に会長のテーブルに、まあ理事が5、6人集まったのかな。それでまあみんなこう意見交換だとか、まあ、雑談とかしたんですよ。皆さん飲み会が仕事みたいなもんですから、まあお強いんですよね、お酒も。それに比べて私はどうかと言いますと、3ヶ月前から週末飲酒にシフトしたでしょ。ですからめっちゃお酒弱くなってて、で雑談してる、会長の真横に座ってたんですが、潰れて居眠りしちゃったんですよ、あろうことか。やばいっすよね、会長のもう大会長の隣ですから。で後で聞いたら30分ぐらい寝てたらしいんですが、もう居眠りしてる私見て、あの円卓の周りの皆さんは心の中で笑ってたらしいんですよ。で会が解散するって時に、会長に声かけられて、おい子供くん子供くんって、あんたずっと居眠りしてるけど大丈夫かって言われたんですよ。で私その声でこう目を開けたら、周り私のこと見て爆笑してるんですよね。そうちゃんやばいなと。でまあ結構恥ずかしい思いをしたっていう話なんですが、まあその後も3次会4次会と参加させていただいて、帰りはね、酔いざましに歩いて、まあ3、4キロだったんで、まあウォーキングがてらに歩いて帰ったんで、家着いた頃は2時近くだったのを覚えております。まあそんな夜がありました。まあ話それちゃいましたが、まあ、そういう経験からね、やっぱ平日もある程度飲んどかないと、まあ、懇親会で潰れるなということで、またゆっくり飲み始めてます。でもまあこういうことをすると前よりね、飲みすぎちゃうっていうか、リバウンドっていうんでしょうかね、するようなこともあるらしいんで、まあ、気をつけながら飲んでいきたいと思います。楽しんでいきたいと思います。というわけで今日はまあ取り留めのない話だったんですが、お付き合いいただきましてありがとうございます。また次回の動画で会いましょう。それではまた後ほど、さようなら。